自分が間違ってなきゃ負けねえんだろ。三橋さんは？この件は伊藤が担当するそうです。一人でかな相手じゃないっすよ。明美ちゃん、案内してくれ。急がねえと京子ちゃんが危ねえ。三橋さん、あんた相棒でしょ。うん、うん、昨日で相棒は解消したの。正義の味方伊藤君、真っ向勝負で頑張って。無茶ですよ伊藤さん。健闘を祈る。ヤクザ相手とか無理。134ページの歌になります。はい。ちはやぶる神をもつかず竜田川からくれないに水くく。さすがに朝飯調合の早弁はうまくねえな。はい。神をもつかずという神々の聞いたことがないよ。先生、食欲ないので早退します。おう、それはそれは重い病気だから早速病院に行くように。はい、いい返事だ。この神よもというところですね。ここが一番なんかな、なんかクサクサすんな。何してくれてんだこれ。この方はペリコーロマンチョ今井さんだぞこれ。知らないっす。知らねえやつがいるわけねえだろ。てめえ、金髪パーマなんてなりしやが。あ！おお、おめえが南高の三橋か。そうだけど。俺はな、自分より強いやつがいることが許せねえ。本当は当たりなんだろ。どうせ弱えんだろ。ごめん今。そういう気分じゃねえんだ。気分とかそういうのでやるもんじゃねえんだよ。喧嘩はよ、めんどくせえな突っ張りって。やんのか、やらねえのか。やらない。よーし、その息だ。そこの公園でパッ。いや、やらないって言ってます。やらないって。え、やらないって言ってます。え、やらないって言って。はい。なんで。めんどくせえから。え、喧嘩がめんどくさい突っ張りっていいの。え、てめえ突っ張りの風上にも置きたくない。そんなやつ俺はね、ベリカーだ今井だ。これ。いや、だから知らないんすよ今井。モグリだなてめえ。転校してきたばっかなだけ。てめえが何と言おうとやんぞこれ。うっせえな。